早起きできない自分は情けないなんて思っている人は安心してください。大丈夫です。成功するために睡眠時間を削ったり睡眠パターンを変えたりする必要はありません。例えば英国のウィンストン・チャーチル首相はお昼頃に起きることを好んでいましたが、ちゃんと国は動かしていましたよ。他にも遅起きの CEO はたくさんいます。レディットの共同創設者アレクシス・オハニアン、バズフィードの CEO ジョナ・ペレッティ、投資家のウォーレン・バフェット、さらにはイーロン・マスクも昼まで寝るのが大好き。多くの成功者は夜に最も生産的なんです。トム・レーマンは午前3時から午前10時30分まで働いています。変わった時間に働くからといって彼が天才であることには何の支障もありません。でもだからといって成功するために遅く起きなければならないという意味ではありません。多くの裕福な有名人は普通の人が寝る準備をしている時間帯に起きます。アップルの CEO ティム・クックは午前3時45分に目を覚まします。ロック様こと俳優のドウェイン・ジョンソンは午前4時にトレーニングを開始します。俳優のマーク・ウォールバーグはもっと早く午前2時30分に起きるそうです。オプラ・ウィンフリー、ミシェル・オバマ、作家のダン・ブラウン、スターバックスの CEO ハワード・シュルツをはじめとした多くの成功者も太陽が昇る前に働き始めます。早起きすることによって彼らは豊かで有名になりました。他の人よりも早く起きるということはすでに数歩先を進んでいるということ。他の人はまだ寝ているので気を散らすものは何もありません。子供、奥さん、友人たちは皆まだ眠っています。この時間を使って公園でジョギングをしたり好きな勉強をしたり仕事をしたりできます。早起きは生産的でファッショナブル、とても素晴らしいんです。でも睡眠時間は少なくとも1日7時間必要だということを忘れないでください。早起きは非常に生産的ですが、だからといって必ずやった方が良いというわけではありません。ここ最近で早起きした時のことを思い出してみてください。おそらくほとんどの人がこのような経験をしているでしょう。目覚まし時計に起こされます。何？ここはどこ？頭はまだ混乱状態。まぶたはダンベルのように重く頭がズキズキします。シャワーを浴び歯を磨き、ぼーっとしたままコーヒーを飲みます。全く集中できません。何も考えずにロボットのように動きます。バーベルを見るたびに筋トレしなきゃと思いますが、疲れているので無理だと感じます。明日にしよう。早起きが苦手な人は生産性を高めるためにもやらない方が良いです。早起きの利点は遅く起きても得ることができます。夜に仕事や運動をしたって邪魔が入ることはありません。もしかしたらその方があなたに合っている可能性があります。どちらにせよ最も生産的になれる方法を見つけることが大切です。多くの人々は夜型人間か朝型人間に分類できます。夜型の人は夜によく働き、朝型の人は早朝が最も気分が良い時間帯です。また夜型の人は遅く起きて真夜中過ぎに眠るのが大好き、一晩中働いて朝方寝るのが好きな人もいます。夜型の人は通常午後2時以降に最も生産性が高いです。逆に朝型の人は午後10時頃に寝て午前4時から午前6時の間に目を覚ます傾向があります。朝が一番すっきりしていて目を覚ました直後に最も頭が働きます。もう一つあまり知られていないタイプの人もいます。夜型人間でも朝型人間でもなく、その中間の人たち。彼らは朝でも夜でもどちらでも構いません。最も生産性の高い時間帯は体の特性によります。遺伝子、気分、さらには年齢も影響するんです。若い頃は夜型で、年とともに朝型人間になる傾向があります。 1% から 3% の人々は午後11時に寝て午前5時に起きることができます。しかしこれは彼らが勤勉で働き者だからではありません。
幸運にも睡眠時間が少なくても大丈夫なんです。 DEC2 遺伝子が突然変異したため、比較的短い睡眠でも体がうまく機能できるのです。睡眠はオレキシンホルモンのレベルが異常になると妨げられますが、この遺伝子の突然変異がこれを抑制します。バイオリズムが崩れた場合、どんなに周りの人からモチベーションとアドバイスをもらったとしても成功して豊かになることはありません。自分に合った生活パターンを知ることが重要です。一定の睡眠ルーチンを保ち、毎日同じ時間に起きることが不可欠です。人体は24時間の体内時計で動作するため、安定した生活リズムが必要です。私たちの脳は光を浴びることで体内時計をリセットします。目が日光を見ると体のすべての生きている細胞が反応するんです。午前9時、テストステロンの生産は最高レベルになります。午前10時、注意力が高まります。午後2時30分、運動神経が最高潮に達します。午後3時30分、反応力が抜群です。真夜中までに体は落ち着き、午前2時に最も深い睡眠段階が始まります。では旅行をしていたらどうなるのでしょう。別のタイムゾーンに移動すると体内時計がリセットされなくなることがあります。朝と夜が逆転し、日の出と日の入りが異なるからです。この状態を時差ボケと言います。慣れていない時間に体を強制的に目覚めさせたり眠らされたりすると、体内時計の働きが妨げられます。これは不眠症、眠気、パフォーマンスの低下、さらにはうつ病を引き起こすことも。だからこそ週末であっても就寝時間と起床時間を変えないことが大切です。そうすれば常に十分な休息時間が確保され、一番大切な時に頭が働きます。朝が苦手な人は生産的な一日を過ごすためにも、これから紹介する秘密を試してみてください。アラームを繰り返されるように設定してはいけません。睡眠サイクルは45分間なので、あと10分だけと寝入ってしまうと起きた時により疲れを感じます。就寝前に電子機器を使用するのは NG。 聞き飽きるほど言われていることですが、とても大切です。寝る前にベッドに入って電気を消し、友達にメールしたりソーシャルメディアをチェックしたりする人も多いでしょう。しかしこれをすると画面からの光が目の網膜に当たり、脳はまだ日中であると誤解してしまいます。それだけではなく、何よりも最悪なのはそれが体にメラトニンの生成を抑制させることです。メラトニンは私たちを眠くさせ、体に休む準備ができていると感じさせるためのホルモンです。このホルモンの生産が阻害されないようにしましょう。30分間スマホを使うだけでこれが狂ってしまいます。また体内時計を狂わせ、しっかり睡眠が取れなくなる可能性もあるんです。さらに起きた時にも疲れが取れずイライラし、生産的になることが一日中難しくなります。朝起きたらまず運動をしましょう。お気に入りの音楽を聴きながら早歩きをするだけでもかなり有効です。体内リズムは複雑な問題を解決するのに役立ちます。それらがなければプロジェクトを完成させたり、試験に合格したり、通勤ラッシュを乗り切ったりすることができません。しかし中には異常なリズムを発達させた人もいます。ピダハン族はアマゾンのジャングルに住んでいます。ピダハン語は世界で最も魅力的な言語の一つですが、それだけではありません。この部族はほとんど睡眠を取らないんです。彼らは昼間に1回、夜間に1回睡眠を取ります。それぞれの睡眠時間は15分から2時間だけです。一般的な人が7から9時間続けて睡眠を取るのに比べ、あまりにも短いですよね。ピダハン族は睡眠は人を弱体化させると信じているので、なるべく最小限に抑えています。このような異常な睡眠パターンが発達した背景には、その地域の危険な動物を避ける必要性から生じた可能性があります。深く眠りについてしまうと、人は毒蛇やジャガーが迫る音に気づきません。
ピダハンスタイルの睡眠は先進国でも採用されています。最近多層睡眠を試すようになった人々もいます。多層性睡眠は一般的な一続きの睡眠ではなく、いくつかのまとまりで睡眠をとります。例えば多層性の睡眠サイクルでは2時間眠り、4時間働き、また2時間眠るというようになります。この睡眠スタイルが非常に有益であるいくつかの状況があります。例えば4年ごとに開催されるヴァンデ・グローブと呼ばれる世界一周ヨットレース、フランスの海岸を出発点としてボートは35,000km を航海します。レースは南半球の厳しい環境の中で行われます。参加者はいくつかのルールを遵守する必要があります。支援なしで停止することなく一人でゴールする。レースが開催されて以来の最高記録は74日3時間35分46秒でした。この状況でアスリートがどうやって眠っているのか不思議に思いますよね。全てを一人でしなくてはならず、レースはノンストップで進行します。答えは多層性睡眠です。想像してみてください。巨大な波がヨットを揺さぶり、強風が頬を引き裂きます。顔には冷たい水がぶつかります。体、洋服、ボートは磯の匂いしかしません。海が一瞬落ち着いた時、戦争に飛び込みベッドに横になりすぐに眠りに落ちます。これはもはや強制です。次にいつ船を操作する必要があるのか分かりませんからね。20分後再び目を覚ましレースを続けます。運が良ければ1時間後にまた眠りにつくでしょう。レースの参加者はこのように睡眠を取らなければなりません。じゃないとレースなんて不可能です。一部の国ではこの状態は狼の睡眠と呼んでいます。狼は眠っている間でも周囲の音を聞いていて身に危険を感じたらすぐに起きます。科学者たちは大きな動物は睡眠時間が少ない傾向があることに気づきました。キリンは1日1から5時間眠ります。奇妙なことにこの短い睡眠はさらに細かく分かれています。数分間隔で寝るんです。ゾウは1日2時間しか眠りません。一方犬は人生の 50% は眠って過ごします。休暇中の皆さんのように動物界で最も眠るのが好きな生き物はアラゲアルマジロです。なんと1日20時間眠ります。イルカは逆に常に起きています。脳の半分だけで眠るんです。右脳が眠っている時イルカの左目は閉じています。左脳が眠ると右目が閉じます。走りながら眠れるとしたらどうでしょう。人間にはできませんが鳥は眠りながら飛んでいます。軍艦鳥は10日間飛び続けることができます。そして1日1時間未満しか眠りません。また右脳か左脳のどちらかだけを眠らせることもできます。右目を閉じて左脳は起きたまま飛行をコントロールします。時々鳥は完全に眠ってしまい石のように落ちることがあります。とはいえ幸いなことに彼らは通常数秒で目を覚まし地面につく前に飛び続けます。これなら安心ですね。